チームエイト、48チームエイトの皆さんです、どうぞ。 AKB48
衆アイドル、たまにはなんか一般受けするアイドルみたいに大衆、大衆そこは地下しか行ってない三宅さん、国立公園編入記念イベントにお越しの皆さん、こんにちは。今日は私の地元鳥取県に選抜6名で会いに来ました。イエーイ。初めに会いたかったと47の素敵な街を聞いていただきました。早速私6人の自己紹介をさせてください。まずは地元代表私から。はい、鳥取県出身、みんなのところに会いに行くみニコ動中のイイクミ、中学2年生14歳です。今日は今私も口が回らなくなるぐらいすごい寒いんですけど、もう帰る時にはめっちゃ暑かったねって言えるように今日は皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、みんなの瞳にことねも映りたい。来ました、中学2年生13歳の瞳琴音です。よろしくお願いします。イエーイ。瞳さん、広島県から来ました。大好物はカキとモミジマーズ。中学3年生15歳の谷ゆりです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、山口県から来ました。舌を水、上を向いてマイペースに頑張ります。スターミュー13歳の中1です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それではサンサンダナミン拍子、せーの、ピッ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 ナナミ。はい、兵庫県から来ました山田ナナミ、高校1年生の15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、神々の国、島根県から来ました、中学2年生13歳の阿部芽衣です。よろしくお願いします。イエーイ。次の曲は、そうや、次の曲や、次の曲です。そうや、セブンハルヤ、山田です。え、な、山田か。山田さん引き続きパフォーマンスさせてください。はい、次の曲は私たちチームメイトのオリジナル曲第2弾です。イエーイ。トヨタクさんからサポートしていただいている私たちチームメイトの活動のイメージソングにもなっている AKB48、 11月26日発売のニューシングル希望的リフレインのタイプ D に収録されています。イエーイ。この曲は好きな子を眺める男の子の可愛らしい歌詞になっています。そして私の大好きな曲です。皆さんに共感してもらえると思います。それでは聴いてください。制服の羽走る君をバドから
きましたが、いかがでしたか？制服の羽はミュージックビデオも撮影したんですけど、みんなどうだった？どうだったかな？どうだった？はい。あ、じゃあこっちゃん、踊るところが砂で、で、すごい踊り続けてたら、この靴がすごい砂だらけになって、一回踊るたびに拭き続けてました。ひとみん、他にある人いる？ひとみんが可愛い。あ、アベベ、ちょっと太ったよ。そう、あの PV 撮影の時にトヨタのアクアっていう車を使ったんですけど、乗らせていただいたんですけど、その時にあの隣の下尾美宇ちゃんの車に乗ってハンドルとか回して遊んでました。危ないよ。怖い怖い。危ないですね。皆さんぜひミュージックビデオ見てください。それでは早速次の曲に行きたいと思います。では皆さん、もっともっと盛り上げていきましょう。それでは聴いてください。ヘビーローテーション。チームメイトとは、まあ、当たり前なんですけど、先輩もその倍以上もなんか実力の差も
なんか輝きとかも全然違って、もうなんかすごい私たちってすごいまだまだなんだなって、スタート地点にも立ててないんだなっていうのを改めて実感したので、先輩たちから私がいいところを盗んできて、チームメイトメンバー全員で一歩ずつ進歩していきたいと思います。イエーイ、頑張ろうね、頑張るよ、頑張ろう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 。中野さん、はい、それでは聴いてください。希望的リフレイン、中野って誰。You know.
っていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日初めのクイズ大会で、まあ、水戸さんの文化や水戸さんの魅力についていっぱい皆さんに知ってもらって、改めてこれからも水戸さんの自然や文化や歴史を守っていこうって思いました。今日は皆さん本当にありがとうございました。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 で、なんか11人当てちゃって、ないないとかするガードなので、会社に本当に、本当に会社あ、伊藤ちゃんがいたってこと。待って、俺、見たことあるよ。あれ、あるある、俺思ったもん。ない、あ、じゃあ、違うわ。そこはさ、そこは子役得意なのぶたん。最後の最後で当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。